足元の悪い中、今日私に今報告がありまして104名だろうという報告がありましたので100名を超えました。久しぶりに100名を超えた、同窓会の総会でございます。ただ来年は、50周年ありますので、先ほどからいろいろ議論になってます、1人が2人、3人呼んでくるとちょっと会場がちょっと甘くなりますので、それはやめていただいてせめて、200を越したいと思います。今日はですね、この懇親会にですね大学の学長をはじめ、法人の方からも、常務理事が、ご出席いただきまして大変ありがとうございます。で大学関係者も、たくさん見えていただきましてですね先生方も本当に今日は雨の中ありがとうございました。同窓生の皆さんもですね今日はこのように集まっていただいて、この同窓会が先ほどの総会の議論が出ないということじゃないようにまた次の来年は頑張りたいと思います。皆さんの、円高菜の、看板を邪魔したことになりますけれども、お手を拝借して一本で締めたいと思いますので、ご唱和いただきたいと思いますので、すいませんけど立っていただきたいと思います。皆様申し訳ございません。ご起立をお願いいたします。一本で締めますので、輪がない場合はもう一度と言いますので、用を本ですから、最初に練習をさせていただきます。用を本、はい、ちょっと間がありますけど用を本ですかね。それでは、本日の、工学部同窓会皆様のこれからの発展とですね、同窓会のますますの発展をまたお願いしまして、ご唱和をお願いいたします。それではよーどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様お酒を飲んでおられるんで、車の方だけはご遠慮してください。交通